き当たりでお待ちください。はい、お待たせしました、どうぞ。はい、足元ご注意ください。どうぞ左右分かれてどうぞ。グシャンの見えるね。いや、こんな空いてるとね、なんかね、はあ、よかった。はい、OK です。ドア閉めます。はい、ドア閉めます。本日は身延山ロープウェイにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。これから7分間の空の旅をご案内いたします。このロープウェイは山頂奥の院駅と山麓久遠寺駅とをロープで結び、その長さは1665メートル、高低差は関東一を誇る763メートルでございます。奥の院までの参道を歩いて登られますと、片道2時間半の道のりも、このロープウェイですとわずか7分で山頂に到着いたします。ただいま登っております身延山は標高1153メートルございまして、山頂には奥の院四神閣がございます。このお堂は遠く750年の昔、御後進厚き日蓮聖人がこの地で9カ年御院政の間、風雨いとわずこのお山に登られ、遥かに故郷千葉小湊の空を拝し、ご両親様をお慕いなされた故事にちなんで建てられ、親を思うお堂、四神閣と名付けられたのでございます。昔から香は百香のもとと申されておりますが、日蓮聖人はこれこそ法華経の精神であり、人間として最も尊いものであることをお教えになられたのでございます。
また山頂には日蓮聖人がご両親様お師匠様の追善と国の平和を祈り、我日本の柱とならと自らお手植えになられた杉が今なお茂り、皆様のご来参をお待ちしております。それではこれより山頂奥の井駅に着くまでの間、この辺りに住む小鳥の声をお聞きいただきながら登ってまいります。この身の部さんは鳥獣保護区となっておりますので、野生の鹿、イノシシ、天然記念物の日本カモシカなどが眼下に姿を見せることがございます。進行方向右側、谷の向こう側、杉の木の並んでいるお手伝いに奥の家の参道がございます。参道中間には日蓮聖人お手彫りと伝えられております大黒様が祀られた三光堂がございます。眺望は素晴らしく、眼下に広がる身延の町並みをはじめ、日本三大急流の富士川、遠くは世界遺産の富士山、駿河湾、さらには七面山、南アルプス、八ヶ岳連峰など絶景の大パノラマを満喫することができます。山頂の売店では名物の串切り団子のほか、コーヒーなど各種軽食をご用意しております。マジギャルみたい、ギャルみたい。またお土産品は身延さんロープウェイオリジナル商品を中心に、山梨、身延ならではの特産品など多数に揃えております。なんかね、なんか線が2つある。こっちなんか、こっちなんか交差してた。まもなくゴンドラは奥の院駅に到着いたします。こっから飛び降りたら死にそう。死ぬには大変だけど、皆様にお願い申し上げます。奥の院主神閣境内は全面禁煙となっております。いや、そこ絶対テニスコートっぽくない、うん、なお往復券をお持ちのお客様は下りの改札でも拝見いたしますので、なくさないようお持ちください。奥の院駅到着でございます。お降りの際には足元に十分お気をつけくださいませ。頂上ってとこがあるから、そこで写真撮ればいい。奥の院駅です。
めっちゃ寒いけど、この今新型ゴンドラに乗ってきましたよ。すごい景色。あれは富士川？富士川が一望できます。うわーすごいなこれ。